ごきげんようごきげんよう、どうも、こんばん…だ、こんばんじゃないですね。えー…まっこりこんにちまっこり、まっこりだけいや、見てよすごいですねこの、外来たよ、外このなんだ、田園…初めて田園風景みたいな、田園ではない。まあ、のどかなね。のどかな風景です緑が広がっておりますけど。はい。まあ、なぜ我々が今日、というか今ここにいるのか。はい。なんでですかあのなんでいるんですか我々はこんな。 去年のねあ、もう一昨年になってるかもしれないいや去年去年。まだ去年かクリスマスの白坂のね放送の時になんだっけあの、来年の抱負をあいうえお作文でやってみてくださいっていうので白坂の四文字でねやった時に。 トラクターが今ねちょっと作業始めてますちょっと音がねあれかもしれないですけどもななんんでしたっけ白坂でラーメンをサイクリングに行った後にカックラということですっていうね豊富をトラクターがね今ね迫ってきておりますけどもね自然な感じですね貼っていきましょう。 負けずに確かにわれわ声優ですからそうですよ声は負けないようにええただ今日は声は関係ありません今日は今日はまあそのアイウェア作務で言った通り言った通りサイクリングに来ましたいえ初めてですねロケロケロケやりたいやりたいっていう話をしてやりたいやりたい詐欺でしたけども今まではいよいよねいや白井さんのスケジュール的にもやっぱりちょっと合わない部分とかいろいろねいやそんなことないよ今回 天気にも恵まれまして秋晴れのねいい天気今撮ってる段階ではね秋なんですけども雲一つない青空ですからね確かにねそうだねもうロケ日和ですからいやよかったそうなんですよということでサイクリングでこうまあいろんなまあちょっとぐるっとねそうですねこの河川敷といいますかいいサイクリングコースですからサイクリングコースをぐるっと回りつつ まラーメンをラーメンをね。いそこ大事ですから。そうですよ。そうそうそう。そこがなんならもう今年一年の目標だと言っても。僕のお気に入りのねエピスのね味噌ラーメン屋さんに行こうと思います。行く行くんすか。あチャリで。ここから。ここから。え千葉か千葉。千葉から。までもいねあの。あここ千葉なんですけどね。 現在あのねロードバイク用意してくださってるロードバイク的なやつだったらイケピュンってピュンって行っちゃいますよまあまあでもねあの今回はせっかく外に来たんでまあラーメンもいいんですけどバーベキューやろうじゃないかいいっすねアウトドアっぽいでしょちょっねお酒飲みたいんですよお早いくないまあ十時十時十六分いやいやいいじゃないですか。 なんかねお昼ぐらいからだめですよ。飲酒運転だめですから。いやまあじゃその飲んだ後チャリはダメですよ。もちろんもちろん。それはもう皆さん真似しちゃいけません。なのでサイクリング終わった後ならね、ご褒美としてそれはいいですよ。いいですか。はい。なのでそうなんですよ。自転車でこうサイクリングしてバーベキュー。バーベキュー。 僕はクラバーベキュー目標変わってますけど <laughs> まあまあその中にラーメンがあるかもしれないせっかくなので、まあえー、サイクリングだけじゃなくてそうですねいろいろアウトドアもやってみようといろんなところをちょっと巡っていけたらなと思っておりますので,です、ね、よろしくお願いします皆さんぜひね、えー、皆さんもサイクリングしながら見てくださいえー、えー それはダメだ。それはちょっとそれはダメだ。それだってチャリ見ながらあるなんだチャリスマダメそういうよくない。れはもうちゃんと法律を守って我々はね安全に運転していきたいと思いますね。なるじゃあ皆さんもサイクリング行ってるつもりでね。そうそうそういうことそういうこと。よしじゃあ早速じゃあ行ってみましょう。はい素晴らしいですよ。それでは Let's go。 白坂拍手喝采初のロケ企画がいよいよスタートいつもはゆるい感じでお送りしている2人がスタジオを飛び出して念願の野外ロケにチャレンジさあどんな一日になるのやらさあというわけで出発の準備が整いました,いましたねいや本格的ですね。ええ、そうですよもうちゃんと